大森学園の先発工藤は140キロに届くストレートが武器。初回、そして2回で合計5つの三振を大島海洋国際から奪います。強打を誇る大森学園打線、2回に大島海洋の守備の乱れで難なく先制すると、ランナー2塁のチャンスで7番上田斗真がこの当たり、鋭い打球はあっという間にライトオーバー。この後さらに1点を加え3対0、劣勢の大島海洋ですが、キャッチャー井上がこの全力プレー、負けないぞという雄たけびで仲間を鼓舞します。3回はピンチを迎えながらも 5-4-3 のダブルプレーでしのぎ、ここでも井上が雄たけび。なんとか食らいつきたい大島海洋ですが、大森学園エース工藤が立ちはだかります。これでもかとストレートで押すピッチング、5回で9奪三振、圧巻の投球。エースの力強い投球に導かれ、大森学園打線が爆発。5回、豊田の三塁打を足がかりに大島海洋を突き放します。6番鈴木のタイムリーツーベース、さらに後頭の工藤が自らタイムリー。気づけば9対0、コールド成立まであと1点、大島海洋はしのげるか。ショートゴロ、しかしファーストがさばけず、その間にランナー生還。大森学園が10対0で大島海洋にコールド勝ち。大島海洋はキャッチャー井上を中心に奮闘しましたが、及びませんでした。